は佐賀市の中川添小学校で行われ、全校児童77人が参加しました。今日は佐賀市川添町にある佐野常民記念館の諸田健次郎館長が佐野常民の生涯や人となりを紹介しました。諸田館長は佐野常民が20代後半の時、幕末の医師緒方洪庵の下で学び、どんな患者でも最後まで手を尽くす博愛精神の礎を築いたことが、その後の活動や博愛社の創設につながったと話しました。今日のお話で佐野先生のいろんなことが学べたので、今後の授業や佐野先生のことの学習に生かしていきたいと思います。